最初に、バンブーラボ A1 ミンの電源の入れ方について説明します。本体の後ろ側の部分に電源スイッチがありますので、それをオンにします。しばらくすると、ディスプレイが表示され、起動音が鳴ります。次にフィラメントの装填について説明します。フィラメントを PTFE チューブに挿入し、 それ以上前に進めなくなるまでツールヘッドに押し込みます。フィラメントが最後まで到達すると画面に緑のマークが表示されます。次に、プリンター画面でロードボタンをタッチします。すると、このような画面が表示されノズルの加熱が始まります。加熱が終わったら、新しいフィラメントを送り込むのチェックが入り電子音が鳴りますので、フィラメントをさらに押し込みます。すると、 まだ押し出されていない。再試行とフィラメント押し出できた。続行が表示されます。ノズルの状態を確認し、どちらかを選択します。今回はまだフィラメントがノズルから出ていなかったので、再試行します。 フィラメントがノズルより出たので続行をしますこれでフィラメントが装填されたので次に古いフィラメントの排出が行われフィラメントのロードが完成します画面にロード完了が表示されたらこれをタッチしてフィラメント装填完了です次は フィラメントの取り除きについて説明します。画面よりフィラメントを選択します。次にアンロードボタンをタッチします。すると、ノズルの加熱が始まります。ノズルの加熱が終了したら、ヘッドが移動しフィラメントの切断が自動的に行われます。このように、 フィラメントカッターを押す動作が行われます。これでフィラメントが切れましたので、手動でフィラメントを取り除きます。そして、画面にはアンロード完了が表示されますので、タッチしておきます。次に、SD カードについて説明します。SD カードはプリンターの右側面に、 スロットルが設置されています。SD カードを取り扱うには、画面より設定をタッチし SD カードを選択します。すると、このように SD カードの使用量、フォーマット、取り外しのボタンが表示されます。SD カードを安全に取り外すには、こちらの SD カード取り外しボタンをタッチします。すると、このような画面が出ますので、 もう一度取り外しボタンをタッチしましょう。そして SD カードを少し押し込むと SD カードが外に出ますのでこれを取り除きます。SD カードの装着は接点部分が上になるようにしてスロットルに差し込みます。次は SD カードのフォーマットについて説明します。フォーマットボタンを押すともう一度フォーマットボタンが表示されますので これをタッチします。すると、フォーマットが開始されます。フォーマットが完了すると、先ほどの残容量画面が表示され、これで完成です。次は SD カードのファイルより印刷を行う手順について説明します。画面よりファイルを選択すると、SD カード内のプリントデータが表示されますので、この中より選択を行います。そして、造形ボタンを押すと印刷が開始されます。 これで印刷が完了です。